はい、皆さんこんにちは。不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では今回このタイトルですね、まだ間に合う2022年、担当一発合格法というテーマでガイダンスをさせていただきます。これからですね、年明けからでも2022年度の担当本試験に間に合わせることができるんだ、一発で合格することができるんだということをですね、様々な観点から説明をさせていただきます。まずは、不動産鑑定試験の概要について説明をしていきます。不動産鑑定試験はですね、まずは担当式試験ですね、受験をしていただきまして、で合格しますと続いて論文式試験ですね、で最終合格ですね。このように担当論文2段階選抜方式になっている、そういった試験制度になっています。なのでまずは担当式試験の概要から説明をしていきます。科目はですね、2科目ですね、行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目で試験が課せられます。行政法規、不動産というのは買って気ままに使えるものではないので、さまざまな規制法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名聞いたことありますでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのがこの行政法規という科目になってきます。宅建試験とかを勉強された方は、宅建試験で学んだことの4割ぐらい重なってくる、入りやすい科目がこの行政法規という科目になってきます。一方、鑑定理論というのは不動産鑑定士が、不動産の経済価値を判定していくらという金額を出していく、これ鑑定評価業務というんですけど、この鑑定評価業務を行う上での、理論考え方を学んでいくのが、この鑑定理論ですね、鑑定士としての専門科目ということになってきます。いずれも作一式マークシート方式で40問で、それぞれ2時間ずつで解いていく、そういった、試験形式になっています。でいつ試験が実施されるかといいますと、試験期日は例年5月の中旬の日曜日、通常第2日曜日、母の日が試験期日となっています。では、どれぐらいの率で合格することができるのかということですね。合格率です。おおむね 30% 強ですね。直近の令和3年度の本試験は 36% の合格率になっていました。確か宅建試験が 15% 前後ぐらいだったと思いますので、単純な比較はできないと思うんですけど、合格率という意味ですと宅建試験よりも受かりやすいのがこの担当式試験ですね、3人に1人が受かることができる、そういった試験ということになってきます。合格ラインはといいますと、大体おおむね7割程度ですね。鑑定試験は相対評価の試験ですので、問題の難易度によって合格ラインね変わってくるんですけど、近年はおおむね7割程度で合格ラインですね、推移している、そういった試験ということになってきます。ではどれぐらい勉強すれば担当式試験ですね、合格することができるのかってことです。これ講義の時間も含めまして、だいたい500時間ぐらいですね、勉強時間確保していただければ合格することができると言われています。だいたい宅建試験が300時間ぐらいと言われてますので、その 1.5 倍ぐらいですね、勉強時間確保していただければ合格することができるのがこの担当式試験ということになってきます。で担当を受かりますと、続いて論文式試験ですね。科目は、鑑定理論、民法、経済、会計学の計4科目となってきます。行政法規という科目は担当式試験だけの科目でなくなりまして、一方鑑定理論は専門科目ですので論文式試験でも出題されます。加えて民法、経済、会計学、この科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになってきます。でいつ試験が実施されるかといいますと、8月上旬の同日月の連続する3日間が通常論文本試験の、試験期日となっています。最終月曜日、平日ですので、お仕事されている方は事前にお休みを取っていただく必要があります。これ真夏真っ只中3日間、論文なのか文章を書く試験ですので、体力勝負的な面もある試験がこの論文式試験ということになってきます。ではどれぐらいの率で合格することができるかというと、合格率は約 15% ほどですね。7人に1人しか合格できないと言っていいと思います。この7人というのは担当式試験合格した人7人のうちの1人ですので、なかなかねこの合格率は厳しいと思います。いつも言い訳的に言うんですけど、この合格率の厳しさというのは合格した後の、この試験の使い勝手に大いに関係性があるということです。つまり、合格率の比較的ですね、高い優しい試験というのは、受かることは簡単なんですけど、それが、すぐに就職転職に直結するかというと、なかなか厳しい面はあると思います。一方で、司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率の厳しい試験というのは確かに受かるのは大変なんですけど、受かればこれ希少性を生み出しまして、こう就職転職に直結するですね、そういった合格率だと、認識するようにしてください。
で、どれぐらい勉強時間確保すれば論文式試験で、ね、合格することができるかというと、これ講義の時間も含めまして、まあ、2000時間ぐらいはやはり、ね、勉強時間確保していただく必要があります。まあ、科目数が4科目と増えて、論文ですが文章を書く訓練もしなければなりませんので、まあ、大体2000時間ぐらいは勉強時間必要と言われています。論文式試験はですね、あの苦手科目があるとですね、なかなか合格が厳しい試験ということになってきます。当然論文式試験もあの相対評価の試験です。なので、ね、難しい問題は皆が書けない問題はこれ合否に影響しません。つまり皆が書ける問題を自分も書けるようにしとくってことです。つまりは基礎を重視して4科目バランスよく勉強して、で平均的な答案を全科目揃えられれば合格することができるのが論文式試験です。あの得意科目は基本的には不要です。苦手科目をなくして基礎を重視して4科目ですねバランスよく勉強して、で平均的な答案を全科目揃えられれば合格することができるのが論文式試験ということになってきます。でさらに鑑定試験ですね、特徴がありまして2つのポイントがあります。1つは一度担当式試験に合格しますと論文式試験が最大3回受験できる、そういった試験制度になっています。担当免除制度、言い方が言うと三審制度になっています。特に働きながら勉強される方が鑑定試験は多いので、この、ね、担当免除制度をうまく使っていただくのが1つポイントになってきます。で続いてのポイントは短期合格が可能となるように試験問題の見直しが2016年度から実施されています。今鑑定業界で、ね、本当に人手不足なんですよね。なので、国土交通省、不動産鑑定士協会ですね、危機感を持ってまして、なので、学生の方だったり不動産分野と関係ないですね、そういった方にも積極的に、ね、鑑定試験チャレンジしてもらうために2016年度から問題の見直しを、ね、行っています。それまでは知識量重視のベテラン重視のベテラン有利のそういった問題が出されていたんですけど、基礎を重視した初学者でも短期に受かることができるようなそんな、ね、問題ですね、変わっています。まあね、短期に受かりやすくなっている、そういった試験制度に、ね、変わっているんだということになってきます。でこの試験制度を踏まえまして、では皆さんが鑑定士興味持っていただきまして、では、年明けから最短で鑑定士になるにはこれ2022年度に担当論文を、ね、一発で受かるというのが最短ルートですね。ただこれは現実的には年明けから厳しいというのはなんとなくお分かりいただけると思うんですよね。特に働きながらの方がですね、多いので年明けからですね一気に担当論文を目指すというのは、ね、ちょっと厳しいです。なので年明けからのレックとしておすすめする合格戦略としましては、まずは担当免除制度を活用しまして、まずは2022年度は担当に特化して短期で担当に合格をしていただきまして、で担当の負担をなくしていただきまして、2023年度に論文の、ね、学習に専念して、で論文に合格していただくということですね。この担当免除制度を活用しまして、こう2段階で合格を目指すのが年明けからですと効率的な戦略的な合格の仕方ということになってきます。なのでまずは2022年度は担当に特化したコースを受講していただきたいということになってきます。担当に特化したコースとしましては、あの通常のコースとして担当合格コース全50回のコースがあるんですけど、ただ年明けから担当合格を目指すならばおすすめのコースがありまして、それがこちらですね。年明けから4ヶ月で担当合格を目指す2022担当スーパー速修コースですね、全27回のコースということになってきます。でこの速修コースについてですね、あの通常のコースと比較をしながらいくつかポイントですね説明していきます。まずはですね、まずは一番の特徴なんですけど、通常のコースから見ますと講義回数が少ない、あえて少なくしているというのが一つですね、この速修コースのポイントということになってきます。つまりは、通常のコースは全50回のコースなんですけど、この速修コースはですね約半分の27回のですね講義回数になっています。ただ半分、約半分、これ合格するための知識としてはなんか不十分、足りないんじゃないかって思いませんかね。でこの通常のコースというのは特徴もあるんですけど、確実に担当合格を目指すためのコースがこの通常のコースなんですよね。なので
こう保険的にこう C ランク的な知識も講義の中では扱っていきますし、さらには一度学んだことをですね、もう一度確認するようなこうまとめの講座なんかも通常のコースですと入っています。ただ特に働きながらの方でこういった資格試験にねチャレンジして不合格になる一番の理由というのは、やっぱ仕事がお忙しくなって講座を消化しきれずに、で本試験を迎えてしまって不合格というのが一番ですね、不合格の理由としては挙げられます。つまりいくらまとめの講座なんか入っていても、これ消化しきれなければ意味がないということになってきます。なのでこの速修コースは担当本試験をしっかりと分析して徹底的に担当の知識に絞り込んで講義を行っていきます。担当本試験をしっかりと分析して徹底的に担当に合格するための知識だけに絞り込んで講義を行っていきます。つまり消化不良を起こしにくい、そういったカリキュラムになっているのがこの速修コースのまずはね一つポイントということになってきます。10の不確かな知識よりも5の確実な知識で短期間で合格を狙う、戦略的なコースがこの速修コースということになってきます。担当というのはトップだかろうがビリでよかろうが合格は合格です。担当の点数というのは論文には引き継がれません。なのでちょっと言葉は悪いんですけど、とにかくギリギリでも構わないので、なんとか担当合格滑り込ませるような、そういった戦略的なコースがこの担当スーパー速修コースなんだということになってきます。ただ本当に年明けから4ヶ月で合格することが可能なのかってことです。確かに年明けから担当論文一発の合格を目指すというのはそれは厳しいです。ただ担当だけに絞ってくれるならば年明けからでも十分に学習できます。合格することが可能ということになってきます。なぜかと言いますと、この速修コースの中の知識をインプットしていく講座ですね、この速修コースの中の知識をインプットしていく講座をですね、通常コースよりもですね回数を絞っています。回数を圧縮しています。なのでもちろん講義回数、講義を受講する時間も短くなるとともに、それに伴って復習時間も圧縮されています。つまりは通常のコースですと、先ほど説明した通り、講義の時間も含めてだいたい500時間ぐらいの勉強時間確保していただく必要があります。一方速修コースは講義の回数も少ないですし、それに伴って復習の時間も圧縮されてますので、だいたい400時間ぐらい勉強していただければ十分にねこれ合格することがねできるコースになっています。つまりはこう年明けから4ヶ月ってことですよね。4ヶ月というのは120日、400時間を120日で割ってみてください。そうすると1日あたりの勉強時間ってだいたいどれぐらいですかね。だいたい 3.3 時間ぐらいですよね。週末多めにやっていただければ、平日は2時間ぐらい勉強時間確保していただければいいということです。皆さん通勤通学とかで往復2時間ぐらいかかっていないですかね。この400時間というのは通勤通学の時間も含めていただいて構いませんので、そうすると週末を多くちょっと多めにやっていただければ、平日は通勤通学の2時間を勉強時間に当てていただければ十分に400時間ですね、消化することができるということになってきます。しかも例えば宅建試験とかやられていた方とか、あとはその他の資格試験とかで担当式試験に、慣れている方とかならば、さらに圧縮できて300時間台とかでも、合格することができます。この速修コースというのはもう開校12年目なんですけど、今までの合格者の中には300時間台、さらに200時間台とかでも、受かっている方ね、いっぱい合格者の方いらっしゃいます。学習時間圧縮することができています。ではこの速修コースですね、申し込むためにはどれぐらいの、受講料ですね、お金がかかるのかってことです。この速修コースですね、コスト受講料はですねかなり安く抑えられています。つまりは
早期申し込み割引なんかをうまく使っていただければですね、通常のコースの価格のですね、約半額の金額で申し込むことができるね、そういった受講料になっています。早期割引なんかをね活用していただければ、通常のコースの約半額の値段でこれ速修コース申し込むことができます。ぜひ他の予備校さんとか他の資格試験の受講料とかと比べてみてください。これかなり初期投資が抑えられるようにですね、申し込みやすいようにですね、受講料ですね、安くなっています。ただ安いということは、なんか安かろう悪かろうで、なんか教材とか足りないとか、通常のコースと比べるとなんか教材も違ってくるんじゃないかって思いませんかね。そうではないです。教材等々はですね、通常のコースとほぼ一緒です。変わりはないということです。つまりは、基礎テキスト、あとは過去問、あとは、実際に問題解いていく答練というんですけど、その答練の回数ですね、アウトプットの回数等々ですね、通常のコースとほぼ変わりはないんだということになってきます。つまり後からなんか余計なものをね、付け足して購入しなきゃならないとか、なんか教材別個買わなきゃいけないとか、そういったことは一切ありません。この速修コースだけを申し込んでいただければ、テキストから過去問から全部入ってますので、これだけで合格する力が身についていく、そういったコースになっています。ではこの担当スーパー速修コースですね、どういった構成になっているかといいますと、大枠としましては、この速修コースはですね、担当基礎期とですね、担当基礎期と担当完成期に分けることができます。担当基礎期というのは知識をインプットしていく、そういった時期になりまして、で担当完成期というのは数多くの問題を解いていく、要はねアウトプットの時期が担当完成期ということになってきます。大きく知識をインプットしていく基礎期と、多くの問題を解いていく、こうはアウトプットのですね、担当完成期ですね、大きくこう分けることができます。でこの担当基礎期、知識をインプットしていく時期に受講していただくのが、この担当スーパー速修講座ということになってきます。で、こちらの講座はですね、こちらの講座は、この速修コース専用のインプット講座になっています。速修コースのためだけに作られたインプット講座が、この担当スーパー速修講座ということになってきます。回数としましては全20回ですね、鑑定理論11回、行政法規9回のですね、全20回のインプット講座ということになっていきます。1回あたりの講義時間が 2.5 時間で、かける20コマですね、インプット講座受講していただきます。で担当完成期はですね、まずは本試験同様の実践的な問題を解いていただくですね、担当実践答練ですね、鑑定理論3回、行政法規3回の計6回の実践的な答案練習会、答練です。で最後、全日本レベルで仕上げですね、公開模試をですね1回受けていただきまして、5月の担当本試験に臨んでいただくということになっていきます。でこのアウトプットの講座については、2時間で40問問題を解いていただきまして、で休憩挟んで50分ほどですね、解説講義を受講していただく、まあ、トータル3時間の講義時間ということになってきます。でこの担当実践答練と全日本担当公開模擬試験は、通常のコースとこれ共通のものになっています。これ通常のコースと共通のアウトプットということになって、要は速修専用の担当スーパー速修講座で、効率的に知識をインプットしていただきまして、あとはこれ通常のコースに合流して数多くの問題を解いていくアウトプットの時期を得て本試験に臨むですね、そういったこれ構成になっています。インプットはこの速修コース専用の、ね、講座で効率的に知識をインプットして、アウトプットから通常のコースに合流してですね、数多くの問題を解いてですね、担当本試験に臨んでいただく、そういった、ね、構成になっています。で受講の仕方なんですけど、このインプット担当スーパー速修講座はですね、
これ通信受講ですねのみとなっています。生クラスは設定されています。いや、自分生クラス通いたいという方もいると思うんですけど、ただちょっと生クラスはですね、ちょっとねデメリットの部分もあります。通常のコースはこう毎週日曜日ですね、2コマずつで生クラスで設定されています。朝10時から2時間半で12時半まで1コマ目で、1時間の休憩を挟んで午後の1時半から4時までで2コマ目ですよね。朝の10時から休憩を挟んで夕方の4時まで、毎週2コマずつですね、日曜日。通学の時間とか1時間かかると、毎週ですね、7時間ぐらい毎週毎週日曜日こう時間を確保していただく必要があります。これ結構大変だと思いませんかね。毎週毎週日曜日7時間ずつ、お仕事がお忙しくなるとか、あとねやっぱ家族サービスしなきゃいけないとか、いろいろ用事ありますよね。なんで結構毎週ね丸々7時間確保するのは大変です。つまり生クラスというのは、自分のスケジュールを講義に合わせる必要があります。講義に行って決まってるので、自分の都合をですね、講義のスケジュールに合わせる必要がある、ね、そういったデメリットがあります。一方通信というのは、レックの通信は1コマの講義が4ユニット制でですね、成り立っています。1ユニット35分程度で、かける4ユニットで1コマ 2.5 時間の講義になっています。なので、通信受講というのは自分の生活に講義の受講をですね入れ込みやすい、そういったスタイルになる。例えば朝早く起きて、35分1ユニット講義を聞いて、でお昼休みにまた1ユニット35分講義を聞いて、で帰宅してから残りの2ユニットですね講義を受講するみたいな形で、1日の中に35分の隙間があれば、どん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 ですね講義の受講を入れ込むことができる。自分の生活スタイルに講義の受講を入れ込みやすいのがこの通信の受講形態ということになってきます。特にこの、ね、担当スーパー速習コースというのは、年明けからある程度こうタイトなスケジュールで講座を、ね、消化していかなきゃならないので、やはりこのインプット講義は通信で、ね、どん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 自分の生活に入れていって講義を消化していただきたい。なので通信の方が、ね、メリットが、ね、多々あるということになってきます。で一方アウトプットはですね、生クラスがあります。こちらに生クラスがあります。スケジュールとしましては、まず実践当練は行われるのが、東京の水道橋本校だけとなっています。実践当練は東京の水道橋本校だけということになってきます。3月の27日からですね、午前中10時から行政応急で、午後2時から鑑定理論で、こう3週間にわたって生クラスのスケジュールが組まれています。一方全日本担当公開模擬試験は、日程としましては4月の17日の日曜日ですね、公開模試の日程で、公開模試はですね、全国14カ所ほどの本校で実施されています。水道橋で、札幌、富山、金沢、静岡、梅田駅前、京都駅前で、神戸、岡山、広島、山口、高松、福岡、那覇本校ですね、全国14カ所でこれ生クラス実施あります。なんで最後の公開模試だけは生で受けていただき、ね、受けてみたいという方はですね、お近くのこの本校で受けることができます。で、受講形態としましては、一応3分類ですね。まずは全て通信で受講する形態と、あとは模試だけ通学をする形態と、あとこれ水道橋本校だけなんですけど、実践当練と模試を通学するパターンですね。一応3形態が考えられます。で、通信の受講としましては、ウェブでの受講と DVD での受講に分かれていきます。ウェブでの受講というのは、パソコンだったり、あとダウンロードしてスマホだったりで講義を視聴するってやり方です。これ視聴期限がありまして、本試験5月ですので、5月の末までが一応視聴期限になっています。 DVD というのはですね、これお手元に DVD が届きますので、そちらで受講していただく、映像が手元に残る分ですね、ちょっと通信ウェブよりもですね受講料が高くなっています。内容はウェブであろうが DVD であろうがですね、講義内容は同じものとなっています。で、通信の場合は生クラスと違って、直接講師に質問できないとか、じゃあ質問どうするんだって疑問がありますよね。で、そちらについては、メールでの質問制度、教えてチューターとです、チューターというですね、メールでの質問制度がこのコースにはついています。
これ回数制限特にありません。講義内容、あとはですね、勉強の仕方とか何でも構いません。鑑定理論については私が、ね、お答えしていきます。週末とかなければ基本的には、ね、1日ぐらいで返していきますので、生で質問できない代わりにですね、十分なり得るようなそういったメールでの質問もちゃんと、ね、ついています。で、この担当スーパー速修コースで受講していただきまして、見事担当職試験合格していただいたときにはですね、2023年度は論文のコースを申し込んでいただくということになってきます。論文だけのコースもね、ちゃんと2023論文合格コースという形で準備されています。で、この担当スーパー速修コース申し込んでいただきまして、見事一発で受かっていただいた場合には、合格体験記とかね、ちょっと出していただく必要があるんですけど、一般価格よりも 40% オフで申し込みできるような割引制度なんかもしっかりと準備されていますので、まずはですね、2022年度はですね、担当だけの 合格を目指して、こういった速修コースですね、受講していただきたいということになってきます。はい、ではこの担当スーパー速修コースですね、どういった方におすすめかと言いますと、まずはですね、宅建の知識がある方ですよね。資格試験の中で宅建で学んだことが一番活かせる親和性が高い資格が鑑定試験だと思います。特に直前に宅建の勉強されてた方は、今ですね、宅建の知識が残ってる状態、今宝がある状態です。ぜひその、ね、宝を生かしてください。時が経てば経つほど、知識ですね、宝を失われていきますので、ぜひ直近に宅建試験ですね、勉強された方はですね、その持っている宝をですね、生かしてほしい。で、一番生かせる資格が鑑定試験だと思います。一番親和性が高いのがこれ鑑定試験ということになっていきます。続いておすすめなのが、過去に学習経験がある方です。昔独学等々で勉強していたんだけど、残念ながら、ま、合格することができなかった。この速修コースというのはコンパクトに効率よくですね、知識をインプットしていくことができますので、実はこの過去に学習経験がある方におすすめなのが、この担当スーパー速修コースということになっていきます。あとはどうしても短期集中学習で一気に担当を、ね、突破したい方ですよね。で、こう年明けて2022年度になりますよね。そうすると、いや、もう年明けたので、そこからはゆっくりと2023年度に向けて担当論文の、ね、合格を目指したい方もいると思うんですね。年明けたならば、まあ、焦らずに2023年度の、ね、担当と論文を、ね、受かることを目指して勉強を始めたいという方もいると思います。それはそれで戦略としてありです。ただこうゆっくりとやるということは期間が長くかかるということです。期間が長くなると、こうモチベーション維持とか大変なんですよね。で、速修コースというのはもう、ね、4ヶ月で集中して講義を、ね、受講していきますので、なんかモチベーション維持とか考えるまでもなくですね、本試験に来てしまいます。短い期間の方が集中して効率よくですね、学習することができる、そういったね、メリットもあります。最終合格を近づけるために一番重要なのは、早く担当試験に受かって担当の負担をなくすことなんですね。最終合格を近づけるためには、早く担当試験に合格して担当の負担をなくして論文に専念することが重要です。なので2023年度の最終合格を目指すには、2023年度にゆっくりと担当論文を目指すよりも今からでも十分に間に合いますので、2022年度にこの速修コースで担当を一発で受かっていただきまして、で、論文に専念して2023年度論文の、ね、学習をする方が合格の可能性が高まってきます。2023年度に一気に担当論文を目指すよりもまだまだ間に合いますので、2022年度にこの速修コースで担当を受かって負担をなくした方が最終合格を、ね、近づけることになってきます。年明けから担当の合格を目指すコースというのはこのレックだけです。この担当スーパー速修コースだけです。なので、ぜひ鑑定士興味を持っていただいた方はですね、まだまだ間に合います。この速修コースを受講していただきまして、見事短期間で2022年度担当に受かっていただきまして、担当の負担をなくしていただきまして、論文に専念して2023年度に最終合格を果たしていただきたいということです。今鑑定業界の変革期になります。なので皆さん合格していただきまして、ぜひですね、新しい鑑定業界の担い手に、ね、皆さんがなっていただけたらばありがたいなと思っております。はい、では以上をもちまして私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。